ましてこんばんばは田村ゆかりですあのさお正月にさミミちゃん新幹線で連れて帰るかもって言ってたじゃんゆかりでさ連れて帰ったわけあのおっきなさいつもグルーミングとかに連れて行く時よりかは結構大きめのハードな何あのキャリーでさでそれを持ってさ だから自分の持ち物はもうリュックだけでただその新幹線の中でっていうか新幹線の中以前にゆかりはあのお手洗いのことだけ心配してたんだけどお弁当を買うことができないんじゃないかっていうことに前日気づいて要はその何ていう,うさぎを持ったままお店に入れないんじゃないかなって思ってであやばって思って。 ご飯食べれないわと思って、ね、でまあ前の日にコンビニとかでさパン買ったりしてさほんでその大したものが入ってないリュックの中に食べ物ばっかし詰め込んでそんなたかだか6時間弱なのにさそんなにパン食べますっていうぐらい <laughs> なんかパン入れて <laughs>。 <laughs> でお菓子とかチョコレートとかさ入れてさほいでまあ心配だからミミちゃんの何草とかご飯とかもリュック入れてさんでもうカバンなんか重ってなりながらね行ったわけよ。ほいで肩からはさそのミミちゃんを入れてるキャリーが入るトートバッグがあってそのトートバッグこうやって抱えてさ。 でもうちょっと歩いただけ肩がもげそうに重いわけあこんなに重いんだと思ってんでさただ、まあ、新幹線に乗ってしまえば揺れないからさほどだからさ ミミ、まあ、ちゃんもそんなになんか何心配してたほど縮こまってる感じもないし暴れもしないしはいでなんだろう座ってる時にさあのゆかりが見えるように一応しといたから別に何箱開けてるとかじゃなくてその隙間から見えるようにしといたからさだからなんかまあ、普通に草とか食べたりしててさあとお手洗いとかもさなんかできなくなる子が多いって聞いてたけど割と普通にしててで、まあ、安心してたんだけどさ。 強度ぐらいでさそ家族 LINE にあの熱が出た人がいてでコロナの検査キットで検査したら陽性が出たって言われたわけ <laughs> でおーって思ってそうかーと思ってさ。で もうそこ家実家から離れたんだけどさおおって思ってあじゃあゆかり新大阪まで行ってチケット買い直して帰ろっかなって言ってさ帰ったわけ新大阪から, <laughs> だからそのじ。乗ってる時間はさあの博多に行くのと同じぐらいの時間新幹線乗ってんだけどスタート地点に戻るだけっていう。 <laughs> 感じになってさでさ背中にパンめちゃくちゃあんのにさ <laughs> 新大阪でさあのお店の中に入んないでさ買えるお弁当屋さんとかが結構あるじゃんねそこで、まあ、お気に入りのカーツサンドを買ってでなんか食べ物あるのに食べ物さらに買っちゃってさでもう新幹線の中でさずーっとパン食べてるわけ。 帰りの新幹線でもうお腹満,満腹になっちゃって <laughs> パンで <laughs> パンを食べるだけの人みたいになっててさんんでさまあもうだから実家帰れなかったのねであのー、何日か経って今度別の人が熱出たっつってであそうなんだとか って言ってさただなんか検査してるけど陽性になんないんだよねとかって言ってて2日ぐらい経ったら「陽性になりました」って来て「おおん」ってなってほん <laughs> でさあのー、また何日か経って3日後ぐらいかなまた1人陽性になりましたって言っててさ「ああ帰ってよかったな」って。<laughs> 思ったんだよねまあまあもちろん心配だしさ、まあ、熱が出て熱が出たぐらい喉ももんだろう痛くはないけど熱が下がった咳が出るみたいなさぐらいだったっぽいんだけどなんかだからゆかりなお正月の記憶がないんだよね。